主面州、または、主面州は、ブルガリア北西部に位置する州。州都は主面。主面州の基礎実地帯主面州は、ブルガリア北西部、バルカン半島の北側に位置し、ドナウ平原の丘陵地帯の中にある。北は、シリストラ州、ドブリッチ州、西は、トゥルゴビシテ州、ラズグラト州、南は、スモリアン州、ブルガス州、東には、バルナ州がある。 プリスカはかつての第一次ブルガリア帝国の首都であった。この地方はかつて第一次ブルガリア帝国の中心であった。7世紀後半にドナウ川川口地域にブルガール人が侵入し、その指導者であったアスパルフ・ハーンによって第一次ブルガリア帝国が建国された。681年、アスパルフが帝国の首都と定めたプリスカの領域は、 現在、カスピチャン氏に含まれる。同地には現在でも当時の都市の跡が残されている。朱面市のマダラ村にあるマダラの騎士像は切り立った崖に刻み込まれた巨大なレリーフで世界遺産に登録されている。マダラの騎士像はアスパルフの跡を継いだテルベルハーンの時代に建造されたものと推定され、ブルガール人の騎士を描いたものと考えられている。893年。 シメオン一世の時代に首都はプレスラフに移され、その後プレスラフは急速に開発が進んだ。シメオン一世はブルガリアのキリスト教系を進めるとともに幾度となく東ローマ帝国を侵略、自らブルガリア人とローマ人の皇帝と名乗り、ブルガリア正教会を設立した人物である。メン要塞やとメンの町のヨースシュートのメンには、 州の1300年の歴史を記念する1300段の階段のあるモニュメントが建てられている。その他には、シュメン要塞やとトンブルモスク、シュメン平原自然公園などがある。また、ブルガリアの代表的なビールのブランドである、シュメンスコビールの醸造所がある。シュメン州はバルナとソフィアの間に位置し、両者を結ぶ鉄道や道路が整備されている。シュメンとバルナの間には、 ヘムス高速道路が敷かれ、やがてソフィアまで延伸する計画となっている。2003年の主面州の総人口は20万4378人であり、その主な民族別人口比率は次の通りである。ありがとうございます。